こんにちは。今日は7月の10日、ここは JR 東日本、もう言わなくても分かりますかね、上野駅です。上野駅のね、親父の製麺所っていう名前に今変わりましたけど、このうどん屋さん美味しいですよ。まあ他に田端秋葉原にもありますけど、ほんと美味しいんで行ってみてください。岩倉時代にね、私高校でこれ流行らせましたよ。今回の目的地は福島です。東北新幹線のちょっと早い列車、やまびこ号で、これで福島までおよそ1時間だったかな。最新の新幹線でコンセントもついていまして、パソコンで少々仕事しながら行きたいと思います。行った先、今日は温泉旅行です。私もトップレベルで好きな温泉宿、皆さんに滑川温泉福島屋をご紹介したいと思います。撮影の許可なども取り付けてあります。温泉もいろいろ取らせてもらえるようです。ただしあくまでも許可を取ったのだということだけはお伝えしておきます。すぐに福島に着きました。7月ですけれど、そんなに暑くありません。むしろちょっとスースーするぐらいです。福島駅の新幹線口、なかなか立派な風景。目の前にある伊東洋華堂にまずは向かいます。なぜなら今日泊まるこの福島屋さん、ここがですね、自炊宿というのをやっておりまして、今回私は素泊まりで自炊をさせていただくからなんですね。食材を買い込んで1日に5本、ごくわずかの本数の、これはね、奥羽本線、山形新幹線も通っている路線なんですが、新幹線はこれから目的の峠という駅に泊まりません。すごい名前ですよね、峠駅。ちっちゃい時から私も知っていましたが、初めて高校時代降りた時は感動したものです。今回が人生で3度目の来訪。何回降りてもここは楽しいところです。新幹線が山の深いところを分け入っていきます。ここからトヨタのハイエースだったかな、マニュアルなんですよ。ものすごく急な坂をですね、運んでいただきます。宿の方にちゃんと連絡をしておけば、予約の時に何時の列車で行くといえば、結構遠い困難な道のりなんですけれど、ちゃんと無料で送迎をしていただけます。ここが滑川温泉福島屋。実は建物はなんとですね、江戸時代に建てられた建物らしいんですね。もちろん増築部分もあります。ここは電波は通じません。まあ私はソフトバンク系列なので通じないんですが、 AU が通じるみたい。心配はいりません。電話はできませんけど、 Wi-Fi が備わっています。宿の裏にはこんな風に川が流れています。前川という川です。滝があってね、部屋の中に滝の音が響いてきます。なかなか素晴らしい眺め。そこに滑川発電所と書いてありますが、これは東芝が建てたこの旅館のための発電所です。水力発電を使っていて、最大出力は 18kW、 一般家庭約7軒分、いろいろ書いてありますが、ここまではもうインフラがほとんど通っておりませんので、つまりここで自家発電をしてるってわけですね。すごいですよね。後からちょっとですね、坂を下って歩いて、まあ、5分ぐらいのところにある光景です。もうまさに見るもこれぞ大自然。すごいところ。滝がまるで吹き割れの滝のごとくですね、立派な眺めですけれど、あまり別に有名な観光地というわけではありませんが、ここの渓谷巡りもとても楽しいです。見ていただくと分かるんですが、こんな感じで普通に崖っぷちのところまで行けますんでね、ちょっと怖いですけれど、まあ、逆にこんなスリルある味わいもなかなかできるものではありません。まあ良い子は真似しないでねということですが、この入り口のすぐ脇にあるこの部分はですね、新しく建てたところなんですけど、今から入りますけどね。こっちはもう江戸時代からの建物をそのまま使ってるらしいですよ。まあ、もちろん改修とかあちこちしてあってかなり綺麗なんですけど、日本人を守る会、これ東北とかに行くとね結構あるんですが、これに加盟してる温泉はね、どこも外れがありません。本当に素晴らしいですよ。ちなみに本日の気温ですが、もう普通に20度はおろか10度台前半とかなんじゃないかな。めちゃくちゃ寒い。特にこの日はね、寒かったと宿の方もおっしゃってましたけどね。列車の時間、1日6本ありますね。こんな風にね、本数が少ないですから時刻表が貼ってあるのも田舎のなんか雰囲気が増します。もともと自炊、それから、まあ、相部屋ではないですけれど、割と簡素な仕切り、まあ、簡素って言ってもちゃんとね仕切ってあるんですが、そういう感じの、部屋のタイプが多くてですね、そこは1泊2700円から湯治プランということになっています。もともと成分が濃いから湯治宿として使われているんですね。今回私は普通の部屋を予約しましたが、新しい方と古い方どっちがいいですかと言われて、古い方でお願いします。1泊1人4500円素泊まりです。安いもんですね。女性用の大浴場が1つありますが、他の大浴場と露天風呂、岩風呂はほぼ混浴です。時間を区切って女性専用になる時間もあります。温泉水は全てかけ流しで、加水加温は一切行っていません。お湯がたくさんいいものが出て、そしてそれを薄めるのがもったいないほどいいお湯であるから、加水もしていないというわけです。これは本当にいい温泉だとこのように書くことが多いのです。廊下の雰囲気はこんな感じ。部屋は襖です。ちゃんと鍵もかかりますけどね。中はこんな感じの広さ。ここもね、多分江戸時代の部屋なんじゃないですかね。多分そうだと思うんですよ、同じ建物ですから。こんな風にふかふかの布団が敷いてあります。
窓を開けますと、さっきの滝がこの裏に見えます。二重の窓ですね。滝の音が部屋の中に飛び込んできて、これ自体もわびさびというのかな、いい雰囲気ですが、これですね。今回はですね、貸切風呂を皆さんにご紹介させていただきます。貸切風呂は無料で利用することができます。ヒノキ風呂、時間帯によって予約をして貸切で利用させていただくんですが、撮影機器、これの持ち込みは厳禁となっておりまして、今回は撮影ということでね、いろいろとお願いをして特別にお許しをいただいています。こんな感じですよ。いきなり私が入ってるのを見てもね、皆さんもちょっと見て不愉快に思われないでいただきたいなと思うんですが、いい濁り湯ですよね。白く濁っていて、硫酸の成分が強く溶け、まあいわゆる温泉の香りみたいなものがします。本当にね、ここの温泉は素晴らしいと思いますよ。外の岩風呂はもっとすごい。後で写真をご覧に入れるでしょうけれど、なんか温泉っていうイメージそのものですよね。もう夕方結構遅くて今6時ぐらいになっちゃってますんで、こんな風に暗いですが、それでもこの雰囲気の良さは皆さんにお伝えすることができているものと思います。いや本当ね、お湯の匂いもいいし、色も雰囲気もいいですし、ちょっとなんか緑がかってるように見えますけどね。それから成分も良く、温度はちょっと暑いかもしれませんが、でも私でも入れるぐらいの暑さです。まあ私も結構ね、暑いの苦手だからどこでも入っちゃうんですが、本当にここはね、こんなにいい温泉、こんなにいい雰囲気の山の中をね、コストだって運営するのにかかるだろうに、しかもタダで迎えに来てくれて、こんなに安い値段で泊まれちゃっていいのってぐらいね、ここはいい旅館ですよ。早めにちゃんと予約すれば、今回はね、ちょっと夕食の予約できない、時間ギリギリだということだったんで、そのために、自炊プランにさせていただいたんですけど、早めに予約すれば、米沢牛の夕飯などご用意していただけるそうです。夜の雰囲気もとても素晴らしいですが、これからですね、今度その湯治プランの部屋、まあ湯治部屋というのがありまして、こんな感じの障子でですね、仕切られた個室に泊まることができ、でそちらは1泊2700円からという、もう超破格でね、私も今まで2度も利用させていただいたんですが、でこれもまた自由に使える調理場、さっき買ってきました伊東洋華堂で買った豚細切れ肉です。価値ある500円、これで500円って安いですよね。それから他にはですね、まな板とか、包丁もありますんで、それで切って、油とかお醤油とかを、塩とかね、そういう調味料みたいなものはないんですけどね、それだけがだからなくても作れるような料理を準備しておくといいと思いますが、こんな感じのものを持ってきて、そして、まあ、今はじゃがいもの皮を剥いてるのかな。包丁なんてね、正直久々に握りましたよ。前に握ったのいつかな。もう全然記憶にないぐらいですね。うちで簡単な料理することも前はあったんですが、最近は忙しくて、仕事ばっかりです。家族に大体作ってもらってしまうことが多いですね。これ人参、まあ見りゃわかるか、そんなのは。まあ何を作ってるのかだんだんそのうち想像はつくと思いますけど、ちょっとねやっぱり寒い7月ですが、水も山の中で冷たくて、スースー空気が入ってきますんでね、この格好しててもね、手がかじかんできます。逆に珍しい体験ですよね。ちなみにここですが、これガスね、ガスの自動販売機入れて火をつけると、これでね、10分間使うことができるんです。で今言いかけましたが、でこの宿ですけれど、冬の時期は基本的にやっていないそうです。でただ留守番の人がいるんだそうで、冬の山はね、本当に冬の山ですよ。素人はもう全く歩けない山ですけれど、頑張って歩いてこの宿にたどり着いた方は、料理などは出ませんが、一応温泉に入って泊まるということはできるようになっているんだそうですね。どういう人が行くんだろうと思ったら、本当にもうなんか、なんだろうな、雪山を突破する技術のある人みたいな、そういう人たちがね、ここを目指して行くんだそうです。じゃあ冬の間この宿の人はどうやって生活してるんですかと聞いたら、なんとまだ道がちゃんと通れるうちに食べ物などなるべくどんどん送り込んで、穴馬がごとくこの中の備蓄した食べ物で冬を越すんだそうです。あとは天気のいい時にね、頑張って持ってったりするらしいんですけど、さてこちら福島駅の伊東洋華堂からまた買いました円盤餃子セット。前にここへ来た時もね、これ買って使ったんですけど、今回もまた油がありませんでしたので、さあうまく焼けるでしょうか。ちょっと自信がありません。これでしばらく蒸し焼きにします。今回作っていた料理はカレーライスでした。ご飯は今回は炊いていません。まあ、福島駅の洋華堂にね、1回分にちょうどいいような量のご飯も確か売ってたと思います。500g とか売ってたと思いますけどね。でもそれではなく、砂糖のご飯みたいなものを用意しました。
カレーもじっくり煮込みました。これは本当に美味しそうな匂いがします。今日お昼もちゃんと食べませんでしたので、あのさっきのうどんだけですからね、作っていても、ああいい匂いだ、美味しそうだと、よだれが口の中でですね、たくさん出てきます。できました、これです。部屋の布団の脇にですね、バスタオルを敷いてできたカレー、これ一人で食べるのちょっと多かったですけどね、だから翌日の朝も食べましたが、それから円盤餃子、高級なインドカレーみたいなやつと同じ感覚でお玉ですくい、それをここに乗せて食べます。ちょっと失敗してですね、あのお玉が2つになっちゃったんですけど、これですね、ちょっとまだ赤がないですけど、いや本当美味しかったですよこれ。あとは私が幸せそうにここでこれを食べる様子ご覧になってください。青春18切符の旅とかね、あの山形方面に出かけるときにやっぱりここ結構通るんですよ、あの奥羽本線の福島と米沢の間で。そして鉄道マニアとしてはこの区間をただあの乗ってるだけ、板谷峠っていうところをね、あの通って渡るだけでも楽しい区間ですし、そしてこの宿は安いでしょ。で食費もスーパーで買ってきたものを自分で調理できるからそんなにはかからないし、いや本当にここね、攻守ともに優れた最高の旅館だと思いますんでね、あの覚えておいて損はないと思います。当時プラン2700円、こういう普通の部屋でも4500円、雰囲気満点、お湯は良い、本当に素晴らしいところです。自分で作った料理をですね食べるという、普段ではもうなかなかなんとか逆に帰ってしないような経験もまたさせてもらうこともできます。ちなみに奥でこれですね、暖房がついてますけれども、もう寒すぎまして本日7月10日暖房をガンガンかけています。まあ、かければさすがにあったかいですけどね、ガンガンというほどでもちょっと弱めにつけました。これで食べ終わった後もう一度温泉に入りました。翌朝も入ったんですが、あのね、大浴場が、夜は濁ってたんですけど、翌朝になるとあのお湯を全部張り替えて透明なお湯になってましたね。何日もずっとお湯をもちろん源泉かけ流して汚くはありませんが、溜めておくと濁ったお湯になるようです。それでは今回は大体こんなところ、翌日はまた別の福島市内にある飯坂温泉をご紹介します。お楽しみいただけましたら幸いです。ありがとうございました。